はい、いきなり、あら、いきなりうずいさん。うずいさんもイケメンだね。この前の動画の続きになってるけど、イケメンは許さないんだよ。悪いね。悪いね。いきなり冒頭始まって申し訳ないんだけど、イケメンは絶対許さない決まりなんだ。トライアングル帝国ではね、イケメンは許されないんだよ。わかるかい？イケメンは犯罪。痛い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 。特に君はイケメンだね。うん。確かにね、品津川くんとか、義勇さんもイケメンだ。でも特に君はイケ、あ、君は、うん。大丈夫。君もイケメンだ。痛っ！許されません。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 私はあなたを許そうとしました。しました。あら、君僕みたいな顔してるね、ゾンビくん。うん。許してあげたかったけど、襲ってきたからちょっと許されなかったな。いや、うずいさんはかっこよすぎだよね。あの、鬼滅学園のさ、うずいさんかっこよすぎないですか？あの、芸術は爆発だの。あのうずいさんちょっとせこいよ。で、うずいさんちょっとあの髪飾りゲットすれば僕もイケメンになれる疑惑があると思うので、まぁ、ちょっとうずいさんもね、ガンガンちょっと勝っていきたいんですけど、今回ですね、いるかな？かまどえが追加されたんですよ。あの、キャラクターとしてね。まあちょいちょい僕シリーズで、特にサブチャンネルかな方で一回ちょっとか、あ、いるいるいる、どっかにカマヌエいるで。このピンクの表記はカマヌエですぜ。カマヌエくん？カマヌエくん！あの前、ちょろっとコマンドで出したと思うんですけど、そのカマヌエがどっかに登場、あの、頻繁に、結構頻繁に現れますね。あ、いました！さあ、カマヌエくん、ちょっと今回じゃあヤハバで倒しちゃおうか。カマヌエくんはね、カマヌエくんはちょっとヤハバで倒します。行きましょう。さあ、勝負だ。カマヌエくん、この子ですね。この子そんなにま強くはないと思う。ちょっとカマヌエだとちょっと厳しいか。あ、これ血傷だと、そっか、襲ってこないか。じゃあ一発パチンやらせていただこう。さあ、勝負です。カマヌエさん、勝負だ。よしいいぞ。そして上に吹っ飛ばしてやろうか。上に吹っ飛ばしてやろう、君みたいな子。あんで、やばい、あー、やばい、あぶねー。あ、落とさないの？あ、確定じゃないのか、落とすの。今ね、カマヌエが今両手に持って、あ、ちょ、怒んないで、怒んないで、怒んないで、怒らないで。そんな怒っちゃやーよ、怒っちゃやーよ、ごめんね。カマヌエくん今両手に持ってたと思うんですけど、そのやつが決起、カナオちゃんどうする？カナオちゃん倒すか。カナオちゃーん、勝負しよう。大丈夫、追いつけ。カナオちゃん、カナオちゃん、いいの？僕を相手にして、あれ、僕相手にしてくれない感じ？僕を相手にしてよ、カナオちゃん。よし、オッケー、やったぜ。あ、いない、あぶす。ちょっと旦那さん近くにいたんで、ちょっと倒そうか。カトロイさん、カマヌエは、あ、大丈夫です。カマヌエ、ちょっとあの、ちゃんと一回倒したので、決起術、あの、後でコマンドで、あ、コマンドってクリエで出しますね。炭治郎くん、君の奥さん倒しちゃったよ。今どんな気持ちかな。ねえ、ごめんね。よし、いやー、炭治郎くんがやられた瞬間の顔が面白いんです。あれ、バグなのかネタなのかわかんないんだよね。まあ、とりあえずじゃあちょっと決起術、カマヌエの決起術使ってみましょうか。今からじゃあ、ゲームモード、クリエイティブですね、させていただきます。そして、まあ、さっき今両手につけていたので両手に持ちましょう。はい、両手にカマヌエですね。じゃあこれでいいか、これでいいですかね。 OK、 どうだい、どうだい、マイブラザー、かっこいいだろ。じゃあこれで、サバイバル、僕自身見るの、あ、でもあれか、初めてではないな。一回触ったんですけど、血気術ちょっと読めないんだけど、なんて読むんだろう。これ黒い蛇が出てくるんですよ。えいや、ほら、なんかイグロさんの技よりちょっと使いやすい感じかな。自分は飛んでかないので、こういう感じで遠距離、さらに、このあれ、クールタイム短く、強くない？待って、でも分かんないな、ちょっと体力が、僕ちょっと血がいっぱいあるから分かんないんだよね。ちょっと鬼殺隊に試したいな、これは。いや、でもクールタイム早くてさ、で、かつ今みたいにえぐれるわけじゃないですか、あの壁にぶつければ、ガリ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 って。これ強いのでは。ちょっと鬼殺隊くんいるかな。あの強い、あの名前が通ってる鬼殺隊くん。なんで僕はさっき炭治郎を倒してしまったんだ。カナオちゃんと、ちゃんとこれカマヌエの血気術出して戦えばよかったな。あ、ギョッコ、ギョッコとも戦い、おい、いたね。忍さんか、待って、カナオちゃんがいい。ほら、そ、どうだ、どれぐらい食らった。あ、結構食らってる。
40でしょ。ああ、しかもこの出しやすさ、この出しやすさに加えてさらに遠距離と、ほう強いぞ。あ、やばい、これは矢幅より強いのはまあ確定しました。まあ矢幅も強いんだけどね、矢幅も強いんだけど、どうしてもちょっと時間かかるから。じゃあ次、はい、こちらですね。なんだろう、容器っていうのかな、はい、このように。ああ、ダメ、違う、これ瞬間移動するやつなの。そうそう、瞬間移動するやつですね、これね。あれ、どこ行った、あれ、え、しのぶさん、しのぶさん、あれ、いたいたいた、待って、これはちょっと後にしよう、待って、そ、どの技だっけ、これ、これ何の技だっけ、せい、よし、いいぞ、いいぞ、ほら、よし、いや、ちょっとダメージか、ダメージか、雷獣かな、雷獣いくぞ、雷獣、来い、来い、しのぶさん、しのぴー、しのぴー、やばい、強い、あ、水の中に入ってる時に食らうんじゃない、これ、いけ、あれ、あれ、飛んだ、はい、はい、よーし、くるくる食らってる、どうだ、あ、結構、あ、結構食らってない、これ、あ、強い強い強い、これ強い、あ、強くない、今の、待って、今のこそちょっと鬼殺隊にもう一回撃ちたい。あの、飛んでその一回ダメージって思いきや、結構多段ヒットするのでは、これは、この電気のやつ、雷獣というのかちょっと分かんないんだけど、ちょっとモブで試してみようか、これ、当てやすいのか。ここら辺3体います、はい、こっから、あー、でもちょっとあれか、もしかして1段段差低いところ、ここ、あー、どうだこれ、ジャンプしながら撃ったら、はい、ダメか、ちょっと当たりづらいな、ちょっとジャンプしちゃうんですよこれ、何もない状態でやっても、で、当たらない、それが、あー、なるほど、当たれば強いけどって感じか。そしてこれがね、面白いんですよ、これ、ほら、なんていうんだ、これ、トラ爪っていうのかわかんないんだけど、この時間中、普段はこうなんですけど、普通に左クリックしても。でもこれを打ってて、クールタイムの間、ほら、このように、超高速移動しながら、敵を切りつけることができると。これ作るのすごいよね。あれ？いた、いた。いや、ペペペペペペペ。待って、待って、これ、やっぱこれだ。ここで、いけ！ほら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 。勝手に動いちゃうんだよね、これ。え？え？え？もう倒した？え、嘘でしょ？嘘でしょ？え？は？え？嘘でしょ？今の。え？もう倒したの？は？カツオくん？え？強すぎないか？待って、これ強すぎないか？ゲーム崩壊？え？ちょっと待って、これ、禁止級では？あ、構わない。お前だけは絶対に許さん。かまねえ、お前だけは許さん。一撃です。あ、かまねえ、お前だけは絶対に許さん。許さない。君だけは本当にごめん、許せない。何があったかサブちゃんを見ていただきたいけど。え、待って。ちょ、これ、どうも、あ、いるね。あー、でも、どうだ、うずいさんも倒しちゃうかな、これ。倒れちゃうかな。いや、まだいっぱいある。でも、ドーマと戦ってるから、ちょっといいや。ちょっと、上限と戦いたい。え、ちょ、ドーマくん、ちょっと僕と戦ってみないかい。あー、嘘、待って、これダメダメ、これ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 ダメなやつ、あ、ダメなやつ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 、これダメなやつ、これダメ、これダメ、これダメ、これだ、あの人参出た、これね、いけない、これは使っちゃいけない、え、待ってくれ、今のダメでしょ、禁止出ました、はい、これをやると鬼滅の刃がぶっ壊れます。皆さん、海学もいるもんね、ちょっとやってみる、海学くん、もう終わりだよ、終わりだよ、終わりだよ。ダメでーす。と言いながら使いたくなるんだよね。ダメだと言われても、ちょっとこの回だけ使わせてもらおう。このシリーズ、今回だけちょっと使わせていただこうか。うん、終わったよ、終わったよ、終わったよ。すいません、すいません。ごめん。
すまない、これは世に出してはいけない、ダメだ。まあ噛まぬいからね、ゲットしたら爪のみ、なんだろう、鬼の王も禁止かな、よりいちと、まあ無惨様もありで、無惨様とかよりいちとか本当に大一番の時以外は、あ、やばい、耐久値が禁止で行かせていただきたいと思います。ちょっとやばいのが出てしまったね、これは。おそらく僕の中で過去最強だと思う、今のは、今の火力は。うん、だって今までの、だってより一の刀とか、その火の呼吸とか含めて一番強いんじゃない。だってルイ君も強かったけど、だいぶ修正入ったし、あんなすぐ倒せないし、しかも結構ね、多分感覚的に、ね、打ってる間結構無敵までいかないけどね、相手が攻撃する暇ないんですよね。はぁ、あれ、これエンチャントできるかだけ見ていいですか。ちょっと申し訳ない、ちょっとクリエイティブにさせていただいて、ちょっとこの子だけ出して、エンチャントは、あー、できない、さすがにできない。でももしかしたらダメージ増加、ちょっとやってみていい、すぐもちろん、このアイテム自体もう、ちゃんと捨てますので、ちょっと、これをやって、でクリエイティブだとできちゃうからサバイバルにして、どうだ、ダメージ増加できちゃう。あー、これやばいね、本当にやばいかもしれない。これできないけど、ダメージ増加できるんですよ。で、ダメージ増加を例えば10にしたとしたら、多分この鎌の絵の、血気術というか、血気術は多分物理ダメージだと思うので、ダメージ増加の 効力得るんじゃないかな。で、この状況で、打つと、まあおそらく最強の技ができてしまうということだと思うので、まあもちろんちょっとこれは使いませんよ、もちろん捨てますよ、捨てますが、いや、ちょっとねえ、ちゃんとカマヌエ捕まえて、まあさっきのあの最強の技以外はちょっと使っていくとしてね、はい。やばいでしょ。まあ今回はちょっと鬼シリーズ、ちょっとなんだろう、シリーズ的には進展はなかったんですけど、カマヌエをまあ見つけてね、ちょっと倒してっていう、ちょっとことを今後していきたいなと思います。で、あとまあありがたいことに血とかもゲットできたし、そしてさらになんといってもうずいさんと甘露寺さん、この2人の日輪刀をゲットすることができました。いや、おっきいね。一応このシリーズは陽光山からその高純度な日輪刀で鋼塚さんに交換してもらうっていうことを禁止してやってるので、もちろんこの日輪刀は上に飾らせていただきます。甘露寺さんと宇髄さんのはこの拠点ですね、拠点にちょっと飾らせていただきましょう。一回ちょっとチェストの中に入れといて、うん、ということで、いや強いわ、やばいやばい。